巨大な悪の軍団ギャンドラーのクロノス星進出によって父親キライを殺されたロムは今キライの墓を前にして新たなる戦いの道へと旅立つ決心をしていた。お父様。お嬢様。どうして死んだの？嘘でしょ。もう一度私に姿を見せてよ。泣くんじゃないレイナ。泣いても父さんは帰ってこない。涙はいつかあの世で父さんと再会したとき嬉し泣きで流せばいいんだ。それまではしっかりと前を向いて生きていくことが父さんの教えに応える道のはず。ロム、剣牢を受け取れ。そして世界を暗黒に塗りつぶそうとしている悪の組織ギャンドラーからこの星の平和を守るんだ。分かったよ父さん。剣牢よ、勇気の雷鳴を呼べ。ロム、どうしても行くのか。行き先も決めずに出発するのかい。この剣牢が俺を導いているんだ。この先に必ず俺を待っているものがあると。ついてきてくれとは言わん。君たちは自分の好きな道を行ってくれ。行くぞフレックス。待って兄さん、私も連れて行って。ダメだ、お前はここで父さんの墓を守っていてくれ。どうして、どうして行っちゃダメなの。お前を死なせたくないんだ。分かってくれレイナ。ジム、妹のことは頼んだぞ。はい。フレックス、ゴー。兄さん、もう子供扱いして。どうする、ジェット。先生の敵討ちをロムだけに任せておくわけにはいかんさ。おいらも同じことを考えていたところさ。ごめんよレイナ、しばらくお別れだ。兄さん。キライを捕まえ損なった上にバイカンフーなどという輩に撃退され逃げ帰ってくるとは。お許しください、ガデス様。黙れ。貴様たちにはギャンドラーのコマンダーとしての誇りはないのか。このコマンダーランキングはデタラメか。ギャンドラーのコマンダーではデビルサタン6が最強となっているが、これは直ちに修正せねばならんな。お待ちください、バイカンフーとやらには不意をつかれただけのこと。次は必ずや倒してご覧に入れます。その言葉に嘘はないな。はっ、この首にかけて。よし、もう一度だけチャンスをやろう。しかし念のために言っておくが、ランキングが3つ下がるとそれはすなわちソチたちが焼却されるということを忘れるな。ガデス様。ガデス様、申し上げることがございます。なんだディオンドラ。ご覧ください、ハイリビードの秘密を暴く全ての鍵はこの紋章に隠されていると思われます。私の調査ではあのキライが隠れていた洞窟をはじめとしてこの星の各所にはこの紋章が点在しています。うん、よくぞそのことに気がついた。褒めて使わす。キライは自分の死を予知し、ハイリビードの秘密をあらかじめクロノス星全体に隠していたのだ。紋章あるところに必ずハイリビードの秘密もあるはず。この紋章を徹底的に調査しろ。ガデス様。ハイリビードの秘密はこの俺が必ず見つけ出してやる。あらあら、そんなもの出してくる。あれを見ろ。確かに狼の紋章。わしらが一番乗りというわけや。グルジオス様に連絡をするか。いや、ここはわしらだけで型をつけ取らないか。よし。ジギー、何やってんだよ。早く来いよ。
ねえ戻ろうよロック。こんなところに来たことが分かったら父さんに叱られるよ。ちっ、本当にお前と臆病だな、まったく。ん、どうしたの。止まれ、そこの3人。身分証明書がなければこの砦に入ることはできんぞ。身分証明書なら持っとるぜ。気をつけろ。そんなもので俺たちを止められると思っているのか。気をつけろ、こいつは剣法を使うぞ。わかった。後ろ、おさえよ。後ろから攻めるなんて卑怯だぞ。大変だ、どうしよう。門を開けてもらおうか。わかった。待て。そんな奴らの言うことを聞いてはいけない。悪の暴力に屈せず恐怖と戦う正義の記録、人それを勇気という。かっこいい。誰だ貴様。貴様らに名乗る名前はない。はっ、うわっ。天空中心拳旋風蹴り。すごい。お前たちギャンドラーだな。だったらどうなんや。この砦には一歩も入れん。うるせえ小僧。正面に気を取られて後ろは隙だらけ。あ、またあいつ後ろからやるつもりだ。お兄さん危ない。待て、俺にやらせろ。さっきまでの勢いはどないした、小僧。お？ロム、手伝いはいるか。助太刀は無用。ならばお手並みを見せてもらおう。ロム、今助けるぞ。いや、助太刀はいらぬそうだ。無茶なやつだ。貴様らは後で料理してやる。今はこの小僧がズタズタになるのをよく見てるがいい。死ねえ。ダメだ。大丈夫か？大丈夫だ。本当にロム兄さんたちはこの先へ行ったの？この先にあるザドの砦に向かったはずです。じゃあジム、私をそこまで連れて行って。お嬢様、どうしても行かれるんですか？私の気持ちは変わりません。私も兄さんたちと一緒に戦います。一緒に行くのが嫌なのならあなたは帰ってもいいのですよ。ただし私を向こう岸に渡してからにしてね。私が何を言っても無駄なようですね。行きましょう、ジム。はい。愚か者が。いや、それが奴め奇妙な剣法の使い手でして、まるで動きの予想がつきません。たとえ私でなくとも潜んじたはず。宴会は無用だ。その技何と言った。確か天空中心拳とか。天空中心拳、それはキライが使っていた剣法の名。グルジオス、良い餌を見つけましたぞ。何。
ここじっとしてた方がいいよ。浅い傷じゃないんだから。そうですよ、治るまでこの町でゆっくりしてってください。あなたは？僕の父さんだよ。この砦の責任者なんだ。デビーと言います。先ほどは砦に侵入しようとした悪人を追っ払っていただいたそうですが、何と言って感謝したらよいか。しかし奴らはなぜこの砦を襲ったのでしょうか？わかりません。しかしギャンドラーが狙うからにはこの砦に何か目的があるはずです。我々は今まで平和に暮らしていたのに、なんてことだ。ギャンドラーはまたすぐに襲ってくるでしょう。迎え撃つ準備をしなくては。大丈夫だよ、お兄さんのお友達がとってもよくやってくれてるんだ。準備完了というところだな。まだ万全とは言えんが。ジェット、お前はシビアすぎるよ。相手がギャンドラーではやむを得まい。来ました。ロムという男とその仲間の二人を引き渡せ。隠し立てするとこの砦を破壊するぞ。バカめ。砦の奴ら、これを見ろ。俺たちの狙いはお前らだけだ。おとなしく言うことを聞け。砦の諸君、おとなしく3人を引き渡せば砦に危害を加えないと約束しよう。どうやら奴らの目的はあなたたちだったようですね。騙されてはいけない。きっと何か企んでいるのです。しかしこれはあなた方と奴らのいざこざだ。言いにくいことだが、あなた方が出て行ってくれれば。何だって？自分たちさえ無事ならいいってのか。奴らのやり方を知らないからそんなことが言えるんだ。よせ、デビーさんには砦の責任者としての立場があるんだ。やむを得ん、奴らの言い分に従おう。兄さん、ごめんなさい。私、兄さんと一緒に戦いたかったの。いえ、言うんだ。あの崖の紋章の意味は何だ？知らん。あの紋章は昔から刻まれていたもので、その意味を知る者はいないのだ。強情なやつめ、嘘をつくと命はないぞ。なあ、本当に知らんのだ。あのお兄ちゃんたちを渡せば砦に危害は加えないって言ったのに。ちくしょう、俺たちに力があったらな。悪の暴力に屈せず恐怖と戦う正義の気力、人それを勇気という。お兄ちゃん、ネロク、いつだったか君が見つけた秘密の抜け穴があるだろう。あ、でもあれ狭すぎてお前しか通れないじゃないか。だからさ。本気か、ジギ。見直したぜ、ジギ。よし、俺に任せろ。このガキ、離せバカ、このバケモン。おとなしくしてろ。ジギ、うまくやれよ。いや、しぶといやつだ。デビルサタン、徹底的にこの砦を調べるんだ。ガデスさん、任せてください。パパ、待っててね。きっとロム兄ちゃんたちを連れてくるよ。やめてくれ。出口だ。急がなくちゃ。覚悟はいいか。早くこのワイヤーをスパッと行きたいぜ。そう焦るなって。畜生、堅牢が手元にあれば。くそ。
そう、やつら楽しんでやがる。腕の戒めさえ解ければ剣が抜けるんだが。君は、うん、そうか、ロムさんたちの仲間なのか。なんとかあの見張りの注意をそらせないと。そうだ、君あいつらをおびき出してくれないか。フレックス、奴らの仲間だ、捕まえろ。よし、今だ。お兄ちゃん。お、君よ。今助けるよ。ありがたい。ではジェットの右腕のチェーンを切ってくれ。任しといて。畜生、戻ってこい。あれは砦にいた小僧。おのれ。もう少しだよ。切れた。よし。待て。うん。はっ。こいつら。危ない。たどれ。これくらいのことで参るお前ではないはずだぞ。父さん。ロン、これを見ろ。狼の紋章が。あれは。何にも思わへんで、グルジオス様。くそ、てっきりそこに何か隠されてると思ったが、当てが外れたか。おい、素直に紋章の秘密を言え。何度聞かれても知らんものは知らんのだ。あんたが白状すれば誰も傷つかなくて済むんだぜ。黙れ、貴様らにはもう騙されんぞ。そうかい。おお、誰だ。闇あるところ光あり、悪あるところ正義あり、天空からの使者、天竜三丁。デビルサタン、合体しろ。火よ水よ、我に力を与えたまえ。
出しても引け引くんだ。私がついてきてしまったからいけなかったんだわ。私のせいで兄さんは。何を泣いているんだレイナ。だってロム兄さんが。俺はまだ死んじゃいないよ。兄さん無事だったのね。お前は昔から泣き虫だったな。それ以上泣くんだったら追い返すぞ。じゃあ泣かないのならついていってもいいのね。いやそうは言ってない。私もう泣いてないわよ兄さん。決めたわ。絶対にラム兄さんについていっちゃうから。え？ロムと賢竜バイカンフーの活躍でザドの砦は守られ、少年ジギーは勇気の大切さを知った。しかしギャンドラーはまた襲ってくるだろう。負けるなロム、負けるなバイカンフー。危ないドリル、その沼に入っちゃダメだ。強烈な酸性沼に落ち込んだドリルの体はみるみる錆び始めた。このまま放っておいたらドリルはスクラップになってしまう。ドリルを助けるためには伝説の錆止め剤メタルラスターが必要だ。しかしギャンドラーもこの特効薬を狙っていたのだ。次回マシンロボクロノスの大逆襲、メタルラスターを奪え。欲望に染まり真実の光を見失った者たちを俺は許さん。